相馬福島道路は、福島県相馬市山上から道県立て郡、氷町松原に至る自動車専用道路である。東北中央自動車道に並行する一般国道の自動車専用道路として整備されている。国土交通省東北地方整備局いわき、国道事務所と福島河川国道事務所が事業を行っている。 高速道路ナンバリングによる路線番号は E13 が割り振られている。2011年7月に取りまとめられた東日本大震災からの復興の基本方針に基づき従来国道115号バイパスとして整備されていた両前道路と阿武熊東道路を含む福島市から相馬市までの全線を緊急整備することになり、そのうち相馬 IC から 両前インターチェンジ間が2011年度3時、補正予算で事業化された。残る両前インターチェンジから、東北自動車道、氷ジャンクション間の区間も2013年度に事業化、された。起点となる、相馬 IC 相馬西道路は、相馬 IC から、相馬山上 IC に至る区間の事業名である。東日本大震災からの復興を目的として2011年度、 第3次補正予算で新規事業化され、2013年2月に着工した。2019年12月22日開通。諸限阿武熊東道路は、相馬山上 IC から相馬玉の IC に至る区間の事業名である。宮城県育郡丸森町を経由するが、出入口は設けられない。国道115号の境愛区間を解消するために、国道115号バイパスとして、 2004年度に事業着手し、2007年度に着工した。2017年3月26日開通。初元相馬玉の IC 両前立てインターチェンジ、間は東日本大震災からの復興を目的として2011年度第3次補正予算で新規事業化され、2013年11月16日着工し、2018年3月10日開通。 諸県立市内で建設中の様子両前道路は、両前言い立インターチェンジと両前インターチェンジを結ぶ延長 10.5km の区間の事業名である。国道115号の境外区間を解消するために、国道115号バイパスとして2008年度に事業着手し、2012年11月に着工し、2018年3月10日、開通。 初原両前インターチェンジ氷ジャンクション館は2012年7月に都市計画決定され、2013年に事業化された。計画段階では、伊達市両前町から氷城に直進する北回りルートと福島市を経由して、氷城に入る南回りルートが検討されたが、建設費用や時間短縮効果の優れた北回りルートが採用された。縦中央 IC で、 福島県道4号福島ホバラ線と伊達氷 IC では国道4号とそれぞれ接続する。伊達氷 IC 氷ジャンクション間は2020年8月2日に開通した。両前インターチェンジ伊達氷 IC 間は2020年度末に開通予定だったが、2021年2月13日の福島県沖を震源とする地震の影響で、 同区間内4カ所の橋梁の橋脚伸縮装置の補修が必要となり、開通時期が GW ごろに延期され、2021年4月24日に開通。諸言。ありがとうございます。